すべてのことに終わりはやってくる。バニャ、どうもトロです。ということで今回は巷で囁かれているツイステの詐襲疑惑について考えていこうかなと思います。どうやらサントラの発売発表と4周年記念トレーラーがアニメじゃなかったことがきっかけのようですね。果たしてツイステは本当に詐襲が迫っているのか、一緒に考えていきましょう。そもそも詐襲とは何なのか。詐襲とはサービス終了のことであり、スマホで遊べるソーシャルゲームはどんな作品でも必ず終わりがやってきます。任天堂スイッチやプレイステーションなど買い切り型のゲームは基本的にサービス終了という概念はなく、ゲーム機本体とソフトがあれば一生遊ぶことができますが、ソシャゲはオンラインゲームの一種であるため、運営会社のサーバーの認証がないとゲームをプレイすることができません。サービスが終わるとサーバーは閉じられてしまうため、一生遊ぶことができなくなってしまいます。近年では詐襲後にオフライン版が販売される、配信されるケースも見られますが、基本的にそれまでのデータは全部リセット、シナリオが更新されることも当然ありません。ツイステもソシャゲであるため、遅かれ早かれいつか必ず終わりがやってきます。だからこそ遊べるうちにたくさん遊んでおきたいですね。次にサントラの発売と詐襲の関係についてお話しさせていただきます。結論から言うと、サントラが発売されると詐襲するというのは都市伝説、迷信なので全く心配する必要はありません。確かに一部のソシャゲはサービスが終わるタイミングでサントラ、サウンドトラックを販売するケースもありますが、リリース直後や売り上げ好調な時にサントラを販売するケースもたくさんあります。例えば2017年6月にリリースされ、昨年12月に詐襲を迎えた死のアリスは2018年9月にサントラを発売し、その後もボリューム2、ボリューム3とリリース。2015年7月にリリースされ、好評配信中のフェイトグランドオーダー、まあ FGO ですね、のサントラは2017年3月に発売し、現在はボリューム6まで販売中。2020年9月にリリースされて、同じく好評配信中のプロジェクト世界、プロセカーですね、こちらも2021年8月にサントラを販売。2022年2月にリリースされ、好評配信中のヘブン・バーンズ・レッド、ヘブ版は同年11月にサントラを発売していたりと、楽曲に力を入れていたり、曲数の多いソシャゲは定期的にサントラを販売していますので、サントラが発売されると詐襲するというのは完全に都市伝説と言えます。ツイステはものすごく単純に7章というキリのいいタイミングであることや、ディスク4枚組で149曲収録と楽曲のストック数が半端ないため4周年記念にリリースを決定しただけなのでしょう。ツイステは本編やイベントでガンガン楽曲が追加され続けますので、詐襲したタイミングで販売したらディスクの枚数や値段がえぐいことになりそうですからね。それでは次に、今年の周年トレーラーが書き下ろしアニメーションじゃなかった件について考えましょう。1から3周年までは約2分程度の書き下ろしアニメーショントレーラーが公開され、さらに昨年3周年の時は銀座三越で専用の AR アプリを使うことで特別な広告を見ることができました。お迎えの馬車が 3D で走り回る、あの例の広告ですね。一方、今年4周年記念に公開されたトレーラーは過去の SR カードのスライドショーに近いトレーラーと、東京のクロス新宿ビジョンで 3D モデルの ADUSE が動く特別な広告を見ることができます。トレーラーに関しては4周年記念の方もおしゃれで個人的には好きなんですけど、確かにアニメーションと比べると制作費、コストはそこまでかかっていないように感じられます。一方の 3D モデルの交通広告は、昨年のツイステフェスで公開されたモデルと同じかどうかは分かりませんが、一般的に人型の 3D モデルは10から100万程度かかるそうなので、さすがにツイステフェスで使用した 3D モデルの流用かなと思います。なのでこちらもコストはそこまでかかっていないでしょう。違っていたらごめんなさい。なので周年トレーラーと該当広告だけで見ると、確かに昨年と比べるとコストを抑えているように感じられます。ですがクロス新宿ビジョンで広告を流すと60秒1回毎時で7日間だと約20万円かかるそうなので、本当に予算が足りないのなら1周年や2周年の時のようにアニメトレーラーのみでお祝いするんじゃないかなと思います。
また4周年記念の広告費、宣伝費については完全に憶測になりますが、2023年度の予算から出すと思います。その2023年にはツイステフェスにて数名分の 3D モデルを用意したわけですから、2023年度の予算はそこに回したという可能性もあるのかなと思います。まあもしかしたら22人プラス学園長たちの 3D モデルも実は用意していて、がっつりと2023年度の予算をつぎ込んだという可能性もねあるかもしれません。もしそうなら5周年に向けてその 3D モデルを使った新しい試み、試作ももしかしたらあるかもしれませんね。ということで、周年記念のトレーラーがアニメじゃなかった件については、根拠となるデータが少ないため何とも言えないというのが答えですが、一概に予算が足りないというわけでもなさそうという話でした。真実は運営のみぞ知るといったところでしょう。それではツイステは差しの心配はないのでしょうか。結論から言うと、しばらくは差しの心配はないと思います。その理由についてお話しします。まず一つ目の根拠はセルランです。セルランとはセールスランキング、つまりは売上ランキングのこと。企業が発表している正確な数字ではありませんが、過去のデータから売上を予測しているサイトがありまして、その売上予測において月間の売上が1億円を下回ると危険信号で、5000万を下回ると差収になるケースが多いです。というのも、ソシャゲはリリースして終わりではなくて、差し入れするまで新しいシナリオやイベント、新規カードなどの開発費やサーバー維持費、 Apple、Google の手数料、協力会社との契約費、キャラクター使用権、人件費、メンテナンスなどのラーニングコストが毎月発生するため、毎月の売上が低いと赤字になって運営することが厳しくなるためです。それではツイステの売上予測はどうなのか。リリース年の2020年、2021年は年間で100億を超えていましたが、2022年、2023年は約56億、59億と年間の売上予測は激減。しかし2年連続で安定して毎月3億円以上の売上予測を出しており、根強い固定のユーザーが残っていることが伺えます。2023年にはガチャに200連の天井がついたため売上予測も下がるかと思ったんですけど、なんと前年よりも上がっているんですよね。また今年の1月から2月も変わらず安定した売上予測となっていますので、当面は差収の心配はないでしょう。まあ大きな変化がないってことは、新規ユーザーがあまり増えていない、課金ユーザーが増えていないなどの別の問題はありますが、2つ目の根拠は差収の前兆あるあるがないため。多くのソシャゲは差収間近になると X、旧 Twitter の公式アカウントの投稿頻度が激減したり、それに反応するフォロワーが減ったり、トレンド入りしなくなりますが、ツイステの場合はメンテナンスのお知らせだけでも20万以上の閲覧、3000近くの反応がありますし、またシナリオ更新やイベント、新規カードの実装などでツイッター X のトレンドを埋め尽くしますので、まだまだツイステが持つ話題性は衰えていないでしょう。他にも差収間近になると新規機能の追加や機能の改善もなくなりますが、ツイステは4周年のアニバーサリーのアップデートにてコストコのレシートレベルの機能追加&改善をしてくれました。特に育成がしやすくなったり、バトルに3倍速機能の追加や編成のプリセット機能など、今までプレイヤーユーザーが不便に感じていたところがかなり改善されました。しかもイベント改装という新機能によって、一度復刻されたイベントは新規ユーザーでもいつでも読むことができるようになったため、差収間近のソシャゲによくある復刻イベントを連発するという逃げ道を運営自ら塞ぎました。新規キャラが追加されなくなるというのも差収あるあるですが、ロロフランムとクローリー学園長が新規実装されましたし、ツイステはカードごとに衣装が異なるため毎回立ち絵のライブ 2D やミニキャラが必要となりますが、新規カードのペースは以前よりも多め、7章限定召喚なるものも増えましたしね。なのでこの辺も心配ないでしょう。以上のことからツイステはまだしばらく差収の心配はないと思います。まあただ先ほども触れたように、売上予測から新規ユーザーがあまり増えていない可能性があること、パソストがつかないカードが増えたことからも、リリース初期と比べたら赤字ではないものの予算にめちゃくちゃ余裕があるというわけでもなさそうです。ツイステがこれからも長く続いていくためには、物語の完結を無事に見届けるためには、運営さんだけでなく我々プレイヤー監督生も頑張っていかないといけません。
例えばゲームを離れちゃったけどストーリーが気になって YouTube の動画で追っている方はグッズを購入して支援するとか、友達、知り合い、近所の人に布教して新規ユーザーを増やすとか、方法はいくらでもあると思います。まあ何よりもこれからも変わらずツイステを愛する、その心が一番大切ですね。はい、今回は以上です。あくまでも僕の視点の話であり、実情は運営さんにしかわからないことなので、気休め程度、参考程度に留めておいてください。まあいろんなことがあって心配になっている方もいると思ったので動画にさせていただきました。今回の動画が参考になった、ツイステが一生続いてほしいという方はグッドボタンもお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。